君、そこの君、どうだね、我がナムコプロに所属するアイドル諸君はどの子も魅力的だろう。私は今ピンときた。君ならば彼女たちをトップアイドルに導くことができるとね。よろしく頼むよ。皆個性豊かだが、まだ原石だ。彼女たちが輝くかどうかはプロデューサー次第というわけなのだよ。どうだね、共にトップアイドルを育てようじゃないか。いい返事を待っているよ。
ないです。ポシェットの奥に予備のお金があります。でもコップ一杯で100円はちょっと高いですよね。出ようとしたんですけど手が動かなくて。成功？成功って私何かあるんですか？プロデュース？じゃあ私のプロデューサーになってくれるんですか？それはすごいです。あの私頑張ります。掃除でも洗濯でも任せてください。仲良くなんてとんでもないです。私迷惑かけちゃいますから。でもなるべくそうならないように頑張ります。はい、プロデューサーがついてくれたお祝いに今晩はすき焼きにしちゃおうかな。肉抜きですけど。高槻弥生くんか。元気でけなげで頑張り屋で誰にでも愛される、まさに太陽のような女の子だ。さっき飲み物を買ってくると言って出て行ったが、ずいぶん遅いな。君迎えに行ってくれるかな。
ロデューサーがついてくれたお祝いに今晩はすき焼きにしちゃおうかな。肉抜きですけど。あ、プロデューサーさん、今日はフェスに挑戦するそうですね。もちろんお任せください。それじゃあよく聞いてくださいね。フェスは他のアイドルユニットとステージのパフォーマンスを競う対戦式のライブです。フェスに勝利することはアイドルにとって最も経験を積むことにもなります。ただオーディションやライブと違って相手もステージを盛り上げてきます。つまりうちの子たちと同じようなアピールをしてくるわけです。これってすごく大変ですよね。そうです。そしてなんとアイドルの力を引き出す特別な方法があるんです。それはズバリレッスンです。レッスンをすることでアイドルたちが秘めている力を引き出すことができます。まずはこちらを見てください。レッスンについて簡単にまとめてみました。まず好きなレッスンを選んでください。あ、今回は初レッスンですから、とりあえずリーダーの子を連れて行ってくださいね。
とってもわかりやすかったわ。変なものでも食べたの？あ、プロデューサーさん、レッスンいかがでしたか？よかった、うまく活用してくださいね。レッスンで引き出せるアイドルの魅力ですけど、レッスンのレベルが高いほど効果が大きくなります。レッスン効果の持続もレッスンのレベルが高いほど長くなりますよ。高いレベルのレッスンはプロデューサーランクが上がると選べるようになりますからね。そんな感じです。あの子たちのことよろしくお願いしますね、プロデューサーさん。あ、ちなみにレッスンのレベルが高くなるほど必要なマニーも高くなりますから注意ですよ。みんなで事務所から応援していますから、フェス頑張ってくださいね。私も行ってきますね。